ちょんまげラジオ、令和の中心で愛を叫ぶ。本日も時代劇研究家のペリー荻野さんと一緒に時代劇について語っていきたいと思います。ペリーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ペリーさん、はい、先日の大河ドラマ、ついに石川数正が出奔してしまいました。そうですよね。まあでもこれ最初にキャストが松重さんだった時から、この石川数正の動きって多分、まあ、大きい扱いになるんだろうなっていうのは予感してた人多いと思うんですよ。なるほど。この歴史好きな方々はね、でドラマ好きとしてもこれなんか一つやってもらわなきゃ困るなというそうそう、孤独の家臣になってねそうなんですよ。いや、 やっぱそういう、 こうキャラクターとして多分いたし、なんていうかな、徳川家臣団みんな仲良かったでしょ、みんないろいろ。そうで、その中でやっぱクールに判断する、ね、立場として石川数正がいたっていうのはすごい大事だったから、そういう意味ではここまでこう持ってきて、ここへ来てこう石川数正が動いたことで、私はね、いろんな説があるでしょ。なんか気になってる、これどうなるのかっていうの、皆さんどういう感じを受けてるんですか、これ。私は希望としては、徳川家康を常に思い続けて、秀吉のもとにスパイとして潜り込むっていうところを今推してます。なるほど。でもまあそういう受け止め方もありますよね。でももっと単純にさ、なんかギャラが良かったから行ったみたいなさぶっちゃけよ、うん、なんかこう 金がこんなものは届きましたみたいなことも言ってたし、まあ秀吉ならやるだろうっていうのも出てきたじゃない、はい。で今回のその秀吉の描き方ってすごくまあ分かりやすいというか、すごくヒールで出てきてるし、どんな手を持ってしても自分のなんていうかな、利益になるものはもう取り込んでいくみたいな圧があるから、そういう意味では、まあ、和真さんはね、それでギャラに転んだみたいな、まあ、言い方悪いけど転んだかみたいな。でもまあ職業人としては別にそんなにさ怒られることなのっていう、だ戦国だからね、まだ、まあ、生き残っていくためには。そうそう。でもやっぱりそのスパイ、描き方だとそのいつも殿と共にいるっていうことをさ言わしてるから、まあ、スパイ説の方がまあね、ロマンチックだよね。ロマンチックでありますよね。でもお鍋さん、和正 の、はいはい、奥様のお鍋さんが、うん、ねね様からもらったかんざしを、うん、お手紙の隣に置いてたんじゃないかと私ちょっと睨んでるんです。はいはい。その置いた事実で違います、家康様のことを思ってるんです、金でなびいたんじゃないんですっていうのを表してるんじゃないかと勝手に憶測しておりました。そうね、なんかちょっとすごいなと思ったのは、その秀吉にまあ一応出奔して秀吉に挨拶に行くときにお鍋さんが一緒っていうのって普通はあんまないと思うんだよね。その天下人に挨拶に行くのはまあいいとして、その奥さんと一緒に行くっていうシチュエーションってあんまり想像してなかったから、そういう意味ではなんかこう含みがあるのかもしれないですよね。確かに関白になった秀吉に数正が挨拶に行った時に、そうそう、ねねさんが隣にいてこう、まあ、口を出したって言い方あれですけど、まあそうね、お前さんってこう顔が出てきたっていうのはおおと思いますよね。そうね、だからすごくこの熾烈ななんていうかな、その男と男 その政治的なものとは一味違うようなこうなんか空気感がそこでは出てたし、なんかまあキンキラとね、数正のその質素な感じっていうのの対照的な描き方も面白かったなとも思ってたので、お鍋さんがあんま喋んないからさ、そうですね、ね、木村さんいつも耐える役、本当お名前じゃないけど本当になんかね頑張って静かにね従っていく役で、ほとんどなんかね言わないけどなんとなく付き従っていくっていう感じがね、いつかなんか本音を喋ってほしいなっていう気もしますけど、でもまあ大概のこう見た方たちはこれから数正がどうなっていくのか、まあ気にはしてると思うし、やっぱスパイ説取りたい人はたくさんいると思いますけどね。先日の描き方だと、こう背中で2回も、殿決してお忘れあるな、
私は江戸こまでも殿と一緒でござるっていう風に2回も和正が言っていても背中が号泣しているように私は見えまして、そうね、あの和正が泣いていると。でも個人的に結構激アツだったところが、弱虫で泣き虫だった優しい殿が今はこんなに強くあらずられて今はお苦しいでしょうっていう風におっしゃっていたそのセリフが、あ、そこで苦しいっていう言葉が出てくるんだと、これはきっと家康のことを思い続けてるからそういう気持ちになるのかなって勝手に思って、そこでもう一人でうーって泣いてましたけどそうだよね、やっぱり、はい、あの小牧と長久手の戦いの時にあれ、まあ、実質勝ってたと思ってるわけじゃん家康軍はさ。だけどあの信勝があのね、あの緑色のあの趣味の悪いいつもジンバルを着て、あれ絶対わざとだと思うんだよなんかあのこういうこと言っちゃったんだけど、あれバカ殿ルックみたいな感じにされてたのかなと思って見て、でも面白かったよね。面白かったです、一緒にエビスクエマでやってて、そうだからそういうことでさ、なんかすごい悔しい思いをして、でしかもまああの家康としてはさ、絶対秀吉許すまじって感じじゃない、もう絶対屈したくないみたいな、はい、うん、嫌だからみたいな、もうほんとにじみ出てるでしょ。だからそこを見てても、でも石川一正としてはその関白にもなったような人にね、そんな子供みたいに反抗してても危ないばっかだよっていう、でもそれは苦しい、その心情的、心情すごく分かってるから家康の、だからやっぱり苦しいだろうな、うちの殿はって思って、だけどいやここは折れなきゃダメだっていうと、やっぱり家臣団の中からはさ、お前何言ってんだよって、もうそんな絶対打っちまおうぜみたいな、あの本田ただ勝つただ勝つ男ただ勝つとかはやっぱ思うじゃん。だからその浮いてる感じとかを、まあやっぱりずっと和正さん出てたから、まあ、そういうのはねちゃんと、まあ、松重さん出してたよね。で和正がいることでやっぱりあの冷静に見りゃね、関白になっちゃったあいつは、まあ、化け物だって言ってたけど、その化け物とこれから向き合っていかなきゃいけないんですよ殿っていうことをやっぱりこう私たちにこう教えてくれてるわけだから、うん、だからすごい大事な役だったと思うんですよ。だから和正すごくあの、まあ、裏切り者っていうふうに書かれてるけど、まあ裏切り者ね、信勝だったんじゃないのって話もあるけどここで折れちゃったんだっていうみんなね思うじゃない、まあ史実してる人たちはこうなるだろうなとは思ってたと思うけど、だからそういうところでは、まあ、和正裏切り者、まあ、確かに、まあ、家臣団的にはそういうふうに思われたけれども、まあ家康はここから和正の心境を思うことでまた一つ学んでいくんじゃない、あれ本当に化け物じゃんっていうことをこう覚悟決めなきゃいけなくなっていくわけでしょ、うん、それが次の決断につながっていくんですね。そうなんですよ、で大変あの秀吉が分かりやすい化け物感を出してな今回の秀吉あの言い方ちょっとあれかもしれないけど、気味が悪いです。いやでもそのね、あのそう本当にあの戦の装束もあれは なんというアバンギャルドとも言い難いそうなんか不思議なね、あのごってりした感じの感じで、だからそういう、 こうキャラクター付けがすごいできてるから、そこからこう和正がこう消えていったっていうことで、うん、家康また一つ学びがあったんじゃないのかなっていうふうには思いたいですけどね。思いたいです、うん、あの家康が和正がいれば、うん、絶対に秀吉に勝てる、はいはいはい、だからいてくれっていうことを言っていたの、うん、それが逆にじゃあ俺があの離れたら殿は戦わなくて済むんじゃないか、うん、だから離れようっていう考えに至ったのかなっていうところをちょっと昨日思いましたね。そうだよね、やっぱりそこまで考えていたんだとしたらやっぱりすごくよく考えてる家臣だなっていうことは思うし、うん、あの自分の家臣も いっぺんにいなくなったっていうのはそれ見事だっていうかいや本当にその動きをさっさね普通気づかれるじゃんっていうのはあったけど、それもなかったっていうのはなんかあのお見事っていうか、すごくそういう意味でも面白かったですよね。そうですね、まあ、大事な家臣失ってこれから家康もう一つね自分で決断する人物になっていくんだろうなっていう予感はしますよねこれで、うん、まあ、あの孤独のグルメ以上にあの松重さんのアップが多かったという
大河ドラマであの主役以外の人がこれだけアップが多いっていうのも珍しいぐらいすごい寄ってずっと表情を撮ってたじゃない。あ、だから今回もその和真さんのその苦悩をしっかりこう、まあ、焼き付けておこうとしてんだなっていうのはすごく思いましたね。なるほど。和真が来週以降またどういった立ち回りをするかっていうのが、ね、どうなるのか分かんないけど、そうそう、予告で和真さんのもううつけ者うつけ者うつけ者ってこうみんなが口々に言っている予告があの今回流れてました。そうですよ。だからもうやっぱりあのここでね、家臣団がどういうふうにこうみんなまた新たな結束になるのかもしれないし、そこら辺もねちょっと見ていかないといけませんけどね。はい、ぜひ来週もどうする家康、はい、ぜひご注目ください。それでは本日のちょんまげはこのあたりで、ちょんまげラジオ次回もぜひお聞きください。ここまでのお相手は時代劇研究家のペリーヨギノと三浦夏美でした。